こんにちは、億万長者合宿の久保です。いや、2020年2月ももうすぐ終わりですけども、景気がいい方っていますか？いないはずなんですよ。去年10月から消費増税をして、10月、11月、12月と GDP がね、だいぶ下がってるんですよ。 1.6% ぐらい下がったんですかね。で、年に直すと 6.4% ほどの減ということなんで、全体的に景気が悪いんですよ。個人的にうまくいってる人はいるかもしれませんけども、やっぱり全体的に悪いってことは、個人的にうまくいってても全体的に押し下げられて、結構ね、苦しい思いをされてるんではないかなと思います。そして私の住む広島県呉市の方ではですね、日清製鋼が2023年までに工場をね、完全に閉めてしまうということなんですよ。これ従業員の方3000名ぐらいいらっしゃるんですけども、その3000名の工場に納品してる会社ですとかね、お弁当を作ってるところとか、それから近隣の飲食店とか、それから制服とかをね、納品してるところとか取引先とかって考えると、やっぱりね、1万人とか2万人規模で影響を受けるんじゃないかなと思うんですよ。そしてただ単に職を失うだけではなくって、転職する必要があります。転職ですよ。ローンはみんなありますからね。そう考えると、その広島だけとってもこうなんですよ。それに加えて最近の世界的なね、危機がありますよね。あれに今ね、かなり経済が押し下げられているところだと思うんですよ。で、私がね、何を言いたいかと言いますと、これはね、やっぱりね、ビジネスを手に入れとかないと本当にどうにもなんなくなるってことなんですよ。ビジネスをですよ。どっかに就職しようと思っても、もう就職先がないんですよ。就職先が。だから就職という概念を頭の中からね、ちょっと隅にやって、自分でビジネスを所有するっていうことを持っていかなければなりません。でもそう考えると、こういうふうに言う人もいると思うんですよ。ビジネスを所有するったって、そんなね、月に1万2万稼いだって、暮らしてはいけないよっていうふうに思うと思います。それは正解なんですよ。正解なんですけども、毎月100万200万稼いでる人でも、最初は目の前の1000円2000円から始めてるんですよ。で、その目の前の1000円2000円とか1万2万円を軽んじた結果がね、数年前に軽んじた結果が、いまだに1万円すら2万円すら稼げない自分っていうことになってるんですよね。私もですね、7年前、2013年にはその目の前の1万円すら稼げない人間だったんですよ。ある時、その自己アフィリエイトに出会って、それをですね、1万9800円で指導することにしましたと。そうすると、どんどんね、お金が入るようになってきたってことなんですよ。さあ、ここまで話すとですね、そんなね、無料の情報でお金を取るなんて、随分せこいんじゃないかと。ね、インターネットで調べたら、そんなもんいくらでも無料で出てくるよっていうふうに言われちゃうんですよ。で、そういうふうな発想を持っている方は、やっぱね、全然分かってないんですよ。全然ね。確かに、私の話していることとか、私が手に入れたノウハウ、それは検索すれば出てきますよ。いくらでも出てきます。多分吉谷さんが話されていることとか、吉谷さんがね、指導することっていうのも、全部検索したら無料で出てくることばっかりなんですよ。でもその無料のことをしなかった結果、この私のね、目の前にいるわけなんですよね。そう考えたら、無料のものを集めてやるよっていうふうな、その意欲がないから、意欲を沸かせるためにこの動画の目の前にいると思うんですよ。で、これを何というかというと、付加価値という言葉なんですよ。無料のものが有料で売れるようにしている付加価値を、私や吉谷さんは持っているってことなんですよ。だからビジネスを所有するっていうのは、その付加価値をね、つけていきましょうということなんですよ。あなたに付加価値がついていくってことなんですよ。付加価値がついてない仕事は時給とか月給にされてしまいます。でもコミッションっていうのは、その人の付加価値なんですよね。昔は私は訪問販売で商品を売ったことがありますけども、最低3万円で売らないといけないというふうなね、そんな決め事が最初はあったんですよ。でも最低3万円です。お給料がもうちょっと欲しかったら4万5000円とかで値段つけてもいいんですよ。そうすると6万なんだけど4万5000円しとこうかっていう風なね、サービストークになってきますよね。これがだから付加価値なんですよ。もちろん錯覚を起こさせる場面も出てきますけども、やっぱり、ね、安く感じさせてあげるっていうのも一つのサービスであり、価格の値頃感なんですよね。だから最初にね、同じ1万円のものを買うとしても、これ1000円だったら買いますって言った後で1万円ですって言ったら、なかなか手が出ないんですよ。でも2万9800円を1万円ですって言うと、うわー安い、すごくいい、今欲しいっていう風になるんですよね。これ大好きなのはジャパネット高田さんですよね、得意なのは。そういった感じで、どういう風に価格を提案していくのかも付加価値ですし、どういうところに
いい点があるのか、どういうところが悪いところなのか、きちんと話すことも付加価値だと思いますし、その商品を進めるときにどんな身なりでいくか、どんなトークでいくか、どんな笑顔でいくかって、もうこれ全て付加価値なんですよね。でそして私は吉谷さんっていうのはセールスの前にシリーズのチャンネル登録じゃないや、動画再生を、再生リストですか、これを作ります。第1話から第2話第3話とつながっていって、なるほどな、これはすごいな、あ、もっと欲しいな、もっと知りたいな、そうなりたいな、いくらですかっていう風な感じでセールスが来るんですよね。だから下手な人は最初にセールスありきなんですよ。これ29,800円なんですけども、今だったら25,000円ですっていう風に話すんですよね。で買いしぶると、これはこんな機能がついてるんですよっていう風に後で言うんですよ。うん、そうではないんですよね。もうどん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 気持ちを高めていってて、お客さんの気持ちを高めていって、うわすごいいい機能だな、でもこれ高いんだろうなって思わせたところに、高いんだろうなって思わせている失礼しました、金額以下の値段をねじ込んでいくから、うわすごい、欲しい、お得だってなるわけですよ。そこにあと3日ですとかね、あと3個ですとか言うと、もっともっと付加価値が上がります。そうなんですよ、限定という限定数をつけてあげるとか、購入期限を切ってあげるっていうのは、これもねまた付加価値なんですよ。なぜなら3日以内に決めないと、もうあなたは別の人生選んだ方がいいですよっていう風な期限を設けてあげるっていうのは、相手の生命時間ですよね、これをやっぱりね尊重してるってことなんですよ。いつでもいいですよっていうのは、本当にいつまでも決断できない、出発できないお客さんを作り出してしまうんですよ。だからいつでもいいんで待ちますよっていうのは、はっきり言って酷なのかもしれないですね。それはまあ来週までにやってこいっていうふうにちょっとスパルタチックに言った方が、ビジネスを志している人に対してはまあ親切なのかなと思ったり思わなかったりでございます。さあ今回の動画はいかがだったでしょうか。またね次回のシリーズでお会いしましょう。それでは。